皆さん、なんと6回目の殺害予告を受けました。ありがとうございます。これは日本新記録だそうです。ありがとうございます。6回目の殺害予告を受けた桜井でございます。しかしピンピンしてるんですよ。ご覧の通りね、まあもちろんね、早く死ねと思ってる人もいるかもしれませんけれどもね、でもね、私ね、ピンピンしてる。殺害予告とかね、あるいはね、誹謗中傷、そんなものに負けるんだったら10年運動なんかやってねえやい。10年やってきて、それもね、今でこそこれだけ大勢の人たちが話を聞いてるけれども、一番最初にマイクを握った時、私がね、一番最初、未だに覚えてます、一番最初にマイクを握って訴えたのは、すき家橋の交差点、すき家橋の交差点で民団が3000人を集めて、韓国民団です、参政権をよこせと言ってデモをやった時です。この時に初めてマイクを握りました。瀬戸さん、村田さん、こういった人たちが20人集まり、3000人ですよ、3000人に対して20人でね、立ち向かう、まあ普通頭がおかしいと思われますよね。そりゃどう考えたって勝てるわけがないんですよ。でもね、我々はやり遂げたんです。それに比べりゃ、シナ人、朝鮮人なんぞの脅しにね、屈するわけがないんですよ。皆さん、いい時来ましたねって、夏休みに来たらアメリカ中の小学生が来て、アーリントン墓地はびっしりで歩けないんですよって。私ね、恥ずかしくなりましたよ。靖国神社、小学生でいっぱいになりますか皆さん。8月15日にちょっと親父が来るだけの話、のべつ幕なし靖国神社に全国の小学校から中学校から修学旅行に来て参拝していただきたい、ささやかな願い、これ世界中で私これ言ってもどこが右翼なんだ、どこが軍国主義だって言われるんじゃないですか。日本人だけが、日本のマスコミだけが、お前は軍国主義者だと、日本人が日本人にレッテルを貼ってるだけじゃないでしょうか。私は何回も言いますけど、ささやかなね、願い、これだけなんです。自分の子供たちが、本当に日本は素晴らしい国なんだ、そして昔も素晴らしい国だったんだ、日本はアジアの各国に出かけてって本当に感謝されたんだ、朝鮮半島でも支那大陸でも満州でも日本人の勤勉、正直、こういったものを彼らを感化してね、そして立派な国にしてきたんだ。こういうね、ささやかな願いを持って、希望を持ってきたけど、ほとんど絶望していた私にですね、私10年前に知り合った当時青年が桜井誠だったんですよ。彼と会ってね、もうすぐにね、まあ、彼も一緒だったんだけど、もうね、僕と桜井誠と彼とで、ね、よく一緒に行きました。とにかく行動の男、頭に来たらそれを、大体の人はね、頭に来たことがあると酒飲むんですよ。保守系の集会に行くと、なるほど、畜生頭来たなって、白人はけしからん、朝鮮はけしからんって、共産党はけしからんと言って、居酒屋に行ってね、もう頭来てですね、息上げて、それで翌日二日酔いで終わっちゃうんですよ。でも桜井誠はまず駆け出したんだ、まず駆け出して、そして抗議に行った。いろんなとこ行きましたよ、ね、放送局行った、新聞社も行った、出版社も行った、ね、九州にも行き、あの松江に行って、竹島の日にね、文句つけに来た朝鮮人を相手に行ったり、京都の本願寺に抗議にも行きました。京都の本願寺行った時は桜井誠を袈裟着てきました。袈裟を、びっくりしました。これ着てるとね、向こうのやつもね、乱暴できないんだな、これ
私ついでにあんた頭剃ってくれよかったんじゃないのって。とにかく行動して理屈は後からついてくる。彼が機関車で、僕と彼がね、その後ろにくっついて、彼が石炭をくべる、私は客車にぶら下がってた。これで10年間ね、やってきました。私が桜井誠に教わったのはね、日本を支配しているのは支那朝鮮人をそそのかしている日本人なんですよ。支那朝鮮に行ってね、日本を訴えましょう、お金を出してあげますよ、あなた原告になんなさいね、散々日本人に悪いことされたんじゃないですか、そういう思いした女性はいませんか。探してるのは日本人ですよ皆さん。ね、こんな変な国ありますか。これって皆さん、よその国行ってですよ、自分全くないことを自分の国が悪かったんですよと、180度真逆のことを吹き込んで日本政府を訴えなさいよと、こういうふうに言ってる人ってこれ国賊じゃないんですか。これこれってね、国賊じゃなかったら変態ですよ。変態、精神病院行った方がいいんですよ。それがね、病院に行かないで国会に行ってるんですよ皆さん。病院の代わりに衆議院参議院に行ってるじゃないですかみんな。これが皆さんね、日本っていう国は全くおかしい真逆の国なんですよ。これ病院に行く人間がなんで偉くなってるんですか。本当だったら治療を受けなきゃなんない人間が厚生労働大臣になったりしてるんだね。俺びっくりしましたよ、民主党内閣の時の厚生労働大臣小宮山なんとかって言いましたね、小宮山陽子。あの人ね、日の丸君が代を見るとヘドが出るって言ったんですよ。日の丸君が代を見るとヘドが出るって言った。私ね、彼女の議員会館の前で言いましたよ、小宮山先生大丈夫ですかって、ヘドが出る、下痢するんじゃないですかって、国会にはいつも日の丸があるけれども大丈夫ですかと。あなたが厚生労働大臣の時にその病気を治す薬を開発してくださいよって、その薬が治る前に彼女は落選しちゃったけどね、残念でしたよ。私はね、こういう変態をね、とにかく一掃したいんだよね。日本が悪かったということを正しきゃいいよ、それは反省もしますよ、悪いことから反省もする、反省しなくていいことをなんで反省するんですか一体。私はね、日本人の九条の会のおばさん2人と韓国人のおばさんと3人で話し合ってるところで1人一緒にお酒飲んだことあるんです。お前は女なら誰でもいいのかって言われちゃいますけど、セオリーことじゃないんですけどね、まあたまたまですよ。その韓国人の女の人が何て言ったと思いますか。私は戦前のね、植民地時代の日本は覚えてません、でも私の兄は覚えてますって、よく戦前の日本のことを言いましたって、父や母や兄は語ってましたって、そう言ったらね、九条の会のおばさん2人なんて言ったと思います。ものすごい嬉しそうな顔してね、大変だったでしょう、日本は悪いことしたでしょう、そういう話を教えてください、下なめずりしてるんですよ皆さん。言われた韓国人のお姉さんおばさんびっくりしちゃってね、でも家の中では両親も兄も
日本時代は良かったって言ってるんだけど、球場の川のおばさん、そんなことないでしょ、本当は弾圧されたんでしょね、ここに変な親父がいるから遠慮しないで本当のこと言いなさいって。皆さん、これこの変態、これなんとかしましょうよ。これあ、桜井誠はね、僕とね本当に気持ちがぴったし合う、性格が似てる、そっくりなんですよね。だから桜井誠はね、とてもね、本当はね、シャイなんです、内気なんです。だから女にモテないんです、僕と一緒なんですね。でもね、彼は怒るとね、本当に怒るとものすごい勢いで突撃していくんですよ。あの TBS 行った時、テレビ朝日行った時ね、こんな変更番組、カルデロのり子が英雄で、入国管理局の役人が悪党で、こんなドラマあるもんか、ふざけんな。私はそれを見たときね、この桜井誠の後ろ姿を見たときに、この絶望感の私にね、一筋の希望が見えたんですよ、皆さん。あのね、私と古い付き合いの方ご存知と思いますけど、私の口癖は、日本はもう終わってると、諦めろと、ね、未来永劫日本は変わらないと、変態国家だと、日本人は変態民族だと、はい、この絶望感の親父にですね、希望の火を灯してくれたのが桜井誠なんですよ、皆さん。皆さん、6月23日にイギリスで国民投票があった、そして EU から独立すると、40年間の EU の体制から彼らは離脱して独立を選んだ。すべてのことはイギリス人が決める、ブリティッシュファースト、彼らは決めました。その時に彼らは何と言ったか、この6月23日こそイギリスの独立記念日だと。皆さん、明日の7月31日、奴らに目にもの見せようじゃないですか。あの日本テレビのコメンテーター、新聞、日教組、共産党、奴らの真っ青にしようじゃないですか。痛烈な一撃を食らわそうじゃないですか。明日こそ日本の独立記念日にしようじゃないですか。あなたたちは日本人として生まれ、日本人として育ち、そして日本の歴史を背負って、そして死んでいくんです、この国で。であればですね、日本人として日本という国の未来に対し、一人一人が責任があるんですよ。私はその責任を問いかけています、あなたたち一人一人にです。このね、責任、本当に重いものです。君たちはただ単にね、ただ単に日本人として生まれただけじゃないんです。2600年続くこの国のその歴史を背負っているということを忘れるな。よくね、こうやって日本のことばっかり言うと、お前は国粋主義者だと、極右だと言って批判する人たちもおります。しかしね、自分の国一つ愛せない人間が一体どうやったら他の国を愛せますか。私はあなたたちと同じなんです。だから一切媚びません、あなたたちに媚びることはしません。一票くださいなんてバカなことは言いません。私はどこまで行ってもね、皆さんと同じ目線なんです、同じ人間なんです。ですからね、ですから明日の7月31日の投票日、この投票にはぜひ行っていただき、自分の信じるべき候補、その候補に一票を入れてください。
たとえそれが小池候補であろうと、増田候補であろうと、あるいはね、あるいは、どこぞの別荘に女性持ち込んだあのジャーナリストであろうと、誰でもいいんです。あなたたちが自分の足で投票所に行き、そして一票を投じること、これが日本を、東京都を変える第一歩なんです。あなたたちはみんな日本人であればね、日本をね守ろう、日本人の権利を守ろうとするのは当たり前の話なんですよ。当然でしょ。で、先ほどの話に戻ります。私は東京都の都知事に立候補するにあたり、7つの約束というのを皆さんにしております。この7つの約束、一番目に持ってきたのが外国人への生活保護の廃止です。実はね、これについてはテレビ朝日、それからニコファーレというのに私出たんですけどね、そこの番組ですよね。で、そのニコファーレに出た後にですね、急にマイク突きつけられまして、 TBS、 ここが取材に来ておりました。で、不思議なことにですね、テレビ朝日もそして TBS も同じこと私に聞くんですよ。何か都知事になったら一番最初にやること何ですかって聞くんですね。私が一番最初にやること、それはもう散々皆さんにお約束している通り、生活保護行政に関し、外国人への生活保護、この窓口への閉鎖命令ですよ。私が知事に就任した直後にやります。何もね、何も外国人が憎たらしいって言ってるわけじゃないんですよ。外国人の生活保護者みんな死ねとか誰も言ってないんですよ。我が国の法律に基づいてです。入国管理法、そこに書いてあるんですよ。自活できない外国人は日本には入れないんだと。そして外国人、その外国人が生活保護を受給している、その法的根拠は何ですかと聞いたときに、法的根拠がないんです。これびっくりするんですね、皆さん。この法的根拠、一体どんな根拠を持って外国人に生活保護を支給してるんだと。日本人が生活保護を支給するのは、支給されるのは当然です。日本国憲法によって国家は国民に対し最低限度の生活を保障しなければならないと書かれてるからです。じゃあ外国人は、厚生省の社会局長、それが昭和29年に出した通達一本です。その通達たった一本で60年以上外国人に対し生活保護がいたされている。だからそれを変えようと言ってるんです。最高裁判所が出した判決の中に、外国人への生活保護は、生活保護については行政裁量の範囲内である、つまり各地方自治体のトップ、都知事の判断でいつでも止めることができると、最高裁判所が判決下してるんですよ。その当たり前をやろうと言っている人間は桜井ただ一人じゃないですか。知っておくことがまず必要なんですね。パチンコで現在毎年毎年3000人に及ぶ人たちがギャンブル依存症にかかり首をつっております。ついつい打ってしまう、それをギャンブル依存症と言います。しかしこの問題、3000人の、これ毎年ですよ、毎年あなたたちと同じ日本人が3000人首をつっている。これだけじゃないんですよ。特に反日クソ左翼がですね、いつも言っている子どもの人権を守れと言っております。その子どもたちがもうすでに50人以上が蒸し焼きにして殺されています。これは殺人事件なんです。この真夏の炎天下の中、車に子供を閉じ込めて親がパチンコをやる、こんなことやったらどうなるか子供でもわからない。当たり前なんですよ。その50人、いや、この50人の子供たちだけじゃない、3000人毎年です。今言ったのは単年度だから、ここ10年で調べれば
3万人ですよ、4万人、5万人と首をくくっている、そういう人たちがたくさんいるんです。おそらくね、無念だったと思います。パチンコなんかやらなきゃよかったと、たくさんの人たちがそう思ってるはずです。その多くの人たちの無念の思い、声なき声を拾っているのが桜井なんです。死んだ人を生き返らせることはできません。でも今違法賭博パチンコにお金を突っ込み、そして首をくくるですね、待つのが待っている人たちを救うことならできます。私はね、日本人が好きです。日本が好きです。だからこそね、だからこそ日本が違法賭博パチンコにのめり込み、そして死んでいく様、それを許すことができないんです。ついでに言うなら、この違法賭博パチンコ、9割に及ぶ店が在日韓国人、朝鮮人によって支配されていると言われております。要はね、外国人産業に我々日本人がお金を突っ込んでるということなんですよ。そしてその外国人産業、韓国では反日の資金源になり、北朝鮮ではテロの資金源になってるんです。だからやめろと言ってるんですよ。テポドン、ノドン、こういったもの、テポドン一発作るのに15億円、ノドン一発作るのに30億円かかります。あるいは核実験1回やるのに100億円かかってるんですよ。じゃあ一体このお金どっから出てるんですか。北朝鮮の国家予算は3200億円なんです。3200億円、東京町田市と大して変わりません。その3200億円の国家がテポドン、ノドン、あるいはスカッドミサイル、これをバンバン撃てるわけないでしょうよ。このお金は日本から流れている600億円に及ぶ違法賭博パチンコからなんですよ。このね、違法賭博、先ほどから言ってる通り悲しいことです。あなたたちが、皆さんが何気なしに入れたお金が北朝鮮の工作資金に使われてるんです。そのね、その悲しい現実を直視してください。そして直視したら、そのパチンコに対して怒りを覚えるのが当たり前でしょ。怒りを覚えるのが日本人なんですよ。そしてそのパチンコ問題に、大変残念ながらね、都知事の権限では廃絶はできません。廃絶はできないけれどもね、でも規制ならできる。例えば新規出店を認めない、あるいはね、パチンコの営業時間を短縮する。これによってパチンコを廃絶に持っていこうと桜井は皆さんにお約束しております。さらに総連民団への課税強化ということはね、これを今訴えているということは、国も東京都も総連民団の施設に課税してないということなんですよ。誰が考えたっておかしいんです。国や都の言い分は、民団や総連という建物は任意団体です。任意団体ということは法人資格を持っておりません。そしてその建物については公民館と同じだから、だから課税しないんだと言ってるんです。我々の仲間が京都で朝鮮総連本部に行って、朝鮮総連の支部ですか、支部に行きまして、じゃあ我々日本人に会議室を借りていいんだなと、会議室を貸してくれるんだなということで行きましたら非常ベルを押されました。要するにね、日本人が借りられない公民館、それが民団総連施設なんですよ。だからそこに課税すると言ってるんです。他にもね、例えば
東京オリンピックをコンパクトにしましょうという訴えもしております。もともとコンパクトオリンピックと言い出したのはですね、東京都の方です。東京都が3000億円でできるんだと、このようにですね訴えたときに、これでコンパクトオリンピックということで通ったんです。日本がね開催権を得ました。しかし現在もうすでにですね9000億円に膨れ上がっております、その予算が。さらにこの9000億円でも足りない、その倍1兆8000億円かかると言われております。あんたねクイズダービーと違うんだからさ、2倍でドンってどういうことよ。元は3000億円ですよ。その3000億円がどん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 膨れ上がっております。これは東京都民の責任じゃありません。このようなふざけたね、ふざけた見積もりを出した東京都の責任じゃないですか。だからそれをね、それをコンパクトの、もともとのコンパクトなオリンピックに変えて、そこでですね得られた利益上がるですね財源をもとに、さまざまな施策を皆さんに約束します。しかし今ねいろんな候補がおりますけれども、財源を明確にして、財源を明確にして皆さんに約束ごと公約をやっているのは桜井ただ一人なんです。そろそろね、大変残念ながら皆さんとのお別れの時間がやってまいりました。誠に残念です。しかし今日はね、今日という日は必ずね皆さんの心に何かを残したと思います。あなたたちと同じように日の丸を掲げる人たちがこれだけたくさんいるんです。皆さんの声が、これが一番私は嬉しい。この日を、今日この日をですね、多くの人たちが記憶し、そして我々の歴史書はこう記すでしょう。7月30日、この日は我々にとって、日本人にとって、魂の独立記念日である。以上。そして反戦連に抗議の声を上げ続けております。しかしながら先ほども申し上げた通りです、もうたくさんです。
何よりもこうやって集まってくれた皆さん、1年でいい、1年でいいからこの桜井を支持してもらいたい。ああ、たった1年間なんです。これから1年間もね、皆さんが支持していただけるなら必ずこのデモを止めてみせます。公安委員会の人事権を使い全員取っ払います。その上でこの反転連のデモを断固として止めるんです。私のふるさとですけれども、福岡県で2人ですね、2件無理やり生活保護をですね、役所が打ち切って、そしておにぎりが食べたいと言い残して餓死した人がいましたよね。皆さんにお尋ねいたします。外国人の中で生活保護がもらえないからといって餓死した人間知ってますか？一人でもいい。いるわけがないんですよ。ドイツの例なんですけどね。ドイツではまあこれ生活保護ではないんですけれども、大量に移民が入ってきたの皆さんご存知だと思います。で、この移民者たちの待遇をめぐって、実はですね、昨日、一昨日、どっちだったかと思いますけれども、ドレスデンというところでですね、ペギーダ、まあ、これは移民排斥を訴えているですね、まっとうな政党なんですけれどもね、このペギーダがですね、28% の得票を得ました。で、議会第二勢力になったんですね。で、それに対してドレスデン氏はですね、市議会の中で、ナチスの、今にドレスデンはナチスの危機にさらされているという決議を出しました。まあ、先ほども言った通り 28% 過半数は取っておりませんので、結局このですね、決議には通っちゃったんですけれどもね、そういう事態になってるんです。で、このドイツでね、なぜねこれだけですね移民者が、まあ、移民者というかですね、移民に対する待遇が問題になっているかといったら、これほぼ生活保護と同じ問題なんです。一体どういうことかというとですね、移民でドイツに入ってきた人間というのは、まずですね、まず食、そして、住居で衣服、これ全部政府からタダで与えられます。で、それ以外にもですね、政府から支給されるお金が13万円なんですね。13万円の日本円でですね、13万円のお金が支給されて、そして衣食住全部政府が面倒を見てくれて、で、行ってくれるその移住者の方ですね、移民者の方の話を聞いたら飯がまずいという、そういう文句を言うわけですよね。それあんたドイツ人怒りますがな。ドイツ人の方はね、あんたふざけんなって話になるわけですよね。自分たちの国民のためにね使われるならともかく、それが何の関係もない移民という名前でね、要は無理やりドイツに来た人間にどんどん使われる。で、これに対して今ドイツがですね、ものすごい怒りに満ちております。だからこそ先ほど言った通りね、そのペギーだとか、あるいはドイツのための選択肢 RDF ですよね、こういったところがですね、どんどん今票を伸ばし、そしてつい先日このドレスデンを中心として議会で 28% の票を取った、第2党に躍進したわけですね。で、ちなみにですけれども、それまで第1党だったですね、メルケルというばあさんがいるんですけどね、この国家破壊のばあさんによって、この第1党だったドイツ、なんだっけ、社会民主同盟だったかな、キリスト教民主同盟だ、キリスト教民主同盟はですね、現在第3位に落ちております。今までずっと1位だったんですよ。戦後の流れの中でずっと1位だったキリスト教民主同盟が3位に落ちちゃったんですね。要はドイツ国民がええ加減にせよって言い出したんですよね。なんでそんなに移民を入れるんだと。移民入れたら今度はその移民に対してどんどんお金を使う、そんなバカな話があるかということなんです。で、ちなみに言っときますけれども、今ドイツ経済ボロボロです。ドイツ銀行今破綻寸前と言われております。連邦銀行じゃないですよ、ドイツ連邦銀行ではなくてドイツ銀行の方です。で、これが今破綻寸前なんですけれども、そのボロボロのドイツ経済よりも今実は日本の方が下なんです。もうこれ統計で出てるんですね。日本はですね、現在なんとか経済力 GDP でですね表すと、経済規模で見ると第3位なんですね。ところがもうその下の第4位のところにドイツが来てるんです。で、そのドイツですよ、これ EU じゃなくてドイツが来てるんですけれども、もうその差はごくわずかなんですよ。
これひょっとすると来年抜かれるんじゃないかと。で、抜かれるだけじゃなくて40年代に入ればですね、だからあと20年ですよね、あと20年経てばインドが日本を抜くと言われております。もうシナには抜かれてますよね。まあもちろんね、シナの統計とか他のね、いろんな問題があるにせよですね、日本経済が今落ち込んでいるっていうことはどんなアホでも分かります。分からないのは今のねバカ政府だけです。そして皆さんにお尋ねをいたします。今これだけね、日本経済がだだ下がりの状態の時にですね、増税増税相次ぐ増税で、もう消費者がですね、その増税前の駆け込み需要とか言ってたじゃないですか、もうあれを行うだけの気力がないんですよ。購買力さえなくなっちゃってる今の状態の中で、外国人生活保護、要は日本に対して何の役にも立たない外国人をどうぞ日本で生活してくださいと言ってお金を渡す行為が本当にこのまま続いていいと思いますかっていう話なんですよ。これ結局のところね、生活保護の問題だけではなくて、そこから派生する例えば国民健康保険の問題、例えば年金の問題、こういったところに直結していくんですよ。全てにおいてつながっております。それをね、一度ぜひね、皆さんには考えてほしいと思います。最後の質問です。今まで日本の歴史を見た中で、政党というものはいろいろ離合集散を繰り返して新たな政党、新たな政党となっております。日本第一党も日本第一党が中心となって、そういった離合集散を繰り返す中で、保守合同政権とか保守の合同の政党とかを作る、そういった未来があるのでしょうかという質問です。桜井投手への最後の質問です。まあね、夢を抱くのはですね、各自それぞれだと思います。しかしながらですね、桜井誠、これまで15年この運動をやってまいりました。いろんなですね、人間を見てきましたけれども、保守と言える人間はおりません。一人もです。そんな人間と手を組んで仮に政治をやったとしても、結局今と何にも変わらないはずです。だからね、苦難の道なのは百も承知。どう考えてもこれね、その大きくならないじゃないか。そんなこと言ってたら誰とも手も組まないって言うんだったら、もうそれあんたちっちゃいまんまで終わるよと言われようが、何を言われようが、自分たちが行ったこと、自分たちが掲げた主張をねじ曲げるつもりは毛頭ございません。ですので今後においても我々は我々のみでやっていきたいと思っております。それが日本第一党です。